皆さんこんにちは。衆議院議員の大串博です。今日は有明海ののりしさんをテーマにした映画ラ・カンパネラをご紹介したいと思います。佐賀県で有明海でのりしをなさっている徳永義明さんは、ある時著名な女流ピアノ家藤子ヘミングさんがピアノの超難曲ラ・カンパネラを弾いていらっしゃる姿を見て、なんと自分も弾きたいと思うようになられました。しかし徳永さんはピアノ素人、周りのみんなは絶対無理だと言いましたけども、徳永さんは持ち前の努力と根性、そして周りの皆様の温かいお支えで、なんとピアノカンパネラを弾くことができるようになったのです。そんなことをモデルにしながら、徳永さんの努力、そして周りの皆さんの温かい支え、そして何より有明海の海苔漁をはじめとした自然の恵みの豊かさをふんだんに盛り込んだ映画となっています。ぜひ皆さんに有明海の自然の恵み、そして人々の交流、徳永さんの努力、こういったものを映画の中で楽しんでいただけたらと思います。これ見てください、ポスターですけども、これ何だと思います？のりです。面白いですよね。主演は徳永さん役に井原剛さん、かっこいいですよね。ぜひ皆さんにこの映画ラ・カンパネラ、この秋公開です。楽しみに見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。